やり込み。スーパーマリオカート。1992年にスーパーファミコンで発売され、基本的な設計は現在の作品にも受け継がれているほどの完成度で、全てのカートレースゲームの原型ともいえる作品。今回投稿者が挑戦するのはスペシャルコース、バニラレイク2でのタイムアタック。バニラレイク2はただでさえ氷が滑りやすい上に、コース上に雪のブロックがあるわ、タイトに攻めると中央の池に落ちるわで非常に難しいコースなのだ。そしてバニラレイク2での肝となるのがショートカット。通常このようにコースに沿って走るとかなり大回りをして走ることになってしまう。しかしショートカットを使うことでタイムを大幅に短縮できるのだ。それではタイムアタックスタート。タイムアタック最初のポイントは、雪の上をドリフトで滑り、雪に乗った時の減速をなくしていること。投稿者は通常のショートカットを超えるスーパーショートカットを使ってタイムを短縮。通常のショートカットでは障害物の横を走りながら通行するのに対し、スーパーショートカットではドリフト状態で障害物を通行するため、凄まじいテクニックと集中力が必要になる。そしてゴール手前の池越えでは、池を越える前に一度ジャンプをしておいてドリフト状態で池を越えることで、池を越えた後の膨らみを抑えている。あっという間にファイナルラップに突入。そして46秒69でゴール。このバニラレイク2で47秒を切っているのは世界でも2人しか確認されていないと言われている。しかも投稿者のタイムは確認できている限りで世界記録と同タイムという素晴らしい記録なのだ。一度でも難しいスーパーショートカットを5回連続で成功させるという離れ技をやってのけたのはお見事。